うざい犬、とことこ歩くうざい犬を作った。後ろの足をバランスよくブラブラさせることで坂道をとことこ歩く。早速作っちゃおう。印刷用データをちょっと厚い紙にプリントする。カッターでパーツを切っていく。このチャンネルは俺、陽太郎が工作やゲームなどいろいろなことにチャレンジしていきます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。全部のパーツのカットが完了。最初にボディの裏側にブラブラ動く足の軸受けを接着する場所をマークしておこう。下の端から3センチ、後ろの端から3センチの場所に印をつけておく。綺麗に折れるように先の尖ったものでラインを強くなぞって折り目をつけておく。折り目を丁寧に折っていこう。側面になる部分はボディのパーツを見ながら山折り、谷折りを合わせて折ろう。今回の動画で使っている印刷用のデータは説明欄にあるリンク URL からダウンロードできます。軸受けは小さく丸めておく。折る作業が完了したら接着していこう。軸受けは接着剤を多めに使ってしっかりつける。側面のパーツを折り目に合わせてボディの周りに貼っていこう。これからもいろいろな工作をしたいと思います。リクエストがあったらコメント欄からお願いします。足の軸は爪楊枝か竹串、ボディの幅と同じ長さに切って足の穴に通す。ちょっと太めの輪ゴムを切って足の裏に貼ってグリップにする。お尻の方を少し重くしたいのでコインを1枚貼っておく。軸受けの中にはまるように足の軸をセットしてブラブラ動けば OK! 完成！坂道を歩かせてみよう。